中野区鷺宮3丁目の77歳女性高齢者宅で特殊詐欺が発生。内容は次男を語り、携帯電話や会社の書類、小切手が入ったカバンをなくした。午後6時までに取引先に支払いをしなくてはならない、貸してほしいなどというもの。被害者は自宅で宅急便を装う男に現金250万円を渡し、騙し取られました。中野区上鷺宮3丁目の69歳男性高齢者宅にオレオレ詐欺と思われる電話がかかってきました。内容は息子を語り、取引に失敗した、お金が必要になったなどというもの。男性は不審に感じ警察に通報。被害はありませんでした。不審な電話がかかってきたらすぐに110番通報をしましょう。